してください。おお、すごいな。ちょっと狭い。プライベートサイトこっちやもん。まもなく目的地です。でも管理棟はこっち。これは狭いな。なんかおしゃれ。手作りらしいからな。目的地に到着しました。通行解除を終了します。これ登り切った。だから。でもここはサイトやから。うん。とりあえず上まで入れてるのか。テントを立てる前に先にお昼にしましょう。まだね、荷物を下ろしてなんやかんややることがあるんで、久しぶりの最高の天気。乾杯。乾杯。まあ、乾いた。伝説の緑のやつし、めっちゃ暑いな。しかし、わかった。ずっとモビであんま撮ってなかったんですだって財布なくして財布、ね、探す事件がもう疲れた。財布探すのに大体30分以上かかってるから、ね、ぐったりです。シートの下に落ちてました。気をつけましょうね。でね、今日はね、サンライズ淡路さんの方で
お風呂いただいて、あとはね財布も見つかったんでゆっくりしたいと思います。じゃあ行きましょう。腹立つで。無理や。まもなく目的地付近です。このキラキラ文字が真っ暗じゃねえか。こっちからは見えない。今回はですね、この新メニューとしまして、この下にパネルヒーターが入ってましてですね、このようにね、パネルヒーターが入ってまして、ここにね、足を突っ込むとこたつになるという感じです。またね、このパネルヒーター概要欄に貼っておきますんでね、興味ある方も覗いてみてください。車の多少するけど心地いいあれ距離感。うん。うん。重かったかな。うん。これ大変けど。こちらね、オーナーさんにいただいた新感覚ポーション型味噌スープというものをいただきました。ね、お外で簡単味噌スープということで、キャンプとかでね、味噌汁であったりとか味噌ラーメンであったりとか、そういうのがね簡単に手軽に楽しめるということで、なんか新発売言ってたっけ。うん、なんかこれから発売する。これから発売するか、うん、SNS やってみて、うん、インスタとかもあるということなんで、またねそちらの探してリンク貼っときますんで、チェックしてみてください。もうしばらく置いといて。こうできたわ。何これで終わり。うまい。めちゃくちゃうまい。味噌ラーメン。巻き割りしてある。こちらはしません。はい、こちらは酒を飲む飲むのみです。酔っ払ってます。大丈夫でしょ。いや、こだわり酒場のレモン、すごい冷えるね、これ。そう。こだわり酒場の。おまけのやつ。うん、レモンサワーをこれから追加、おまけのグラスで、ね。何見ようかな。うまっ。うまっ。この通り作ったらめっちゃうまい。美味しい。甘いもん食べた？食べた。アリスとお揃いのフードの帽子かぶってるだけですね。そうそう、耳やったらアリスと完全。あーちゃん、お揃いの見せてあげて。お揃い。これなんで文字の前をかぶられてる？縛りすぎやろ、ね、これ。こうやって抱っこしたら一体化すると。はい、ありがとうございます。イカやね。どこでやったんですか？イカ。
家みたいな。